第一次世界大戦におけるアフリカ戦線はアフリカ大陸に点在するドイツ帝国植民地とその周辺において中央同盟国ドイツ軍と連合国軍との間で発生した戦闘である。アフリカのドイツ植民地にはドイツ領カメルウーン、ドイツ領トーゴランとドイツ領南西アフリカ、及びドイツ領東アフリカがあった。 ほぼ世界中の正解権を握るイギリス帝国は第一次世界大戦勃発時にドイツの植民地を征服するだけの戦力と物資を持っていた。アフリカ大陸にあったドイツ植民地のほとんどは獲得してまだ日が浅く十分な防衛体制がなされていなかった。そしてそれぞれが連合国植民地に囲まれている状態だった。 アフリカ大陸のドイツ植民地は、それぞれ単独で戦わざるを得ず、次々に連合軍に制圧されたが、パウルフォン・レッド・フォルベックに率いられた、ドイツ領東アフリカ軍だけは、対戦期間中戦い続け、最終的に降伏したのは、本国ドイツの休戦協定署名後のことだった。西アフリカでは、二つの小規模かつ短期間の軍事作戦が行われ、 ドイツの植民地トーゴランド及びドイツ領カメルーンが占領された。小さな植民地だったトーゴランドはほとんど開戦直後に征服された。連合軍は英領ゴールドコーストの王立西アフリカ辺境軍及びフランス領西アフリカダオメエのセネガル原住民部隊が侵攻し、戦闘は1914年8月27日までに終了した。 ドイツ領カメルーンには約3000名のアフリカ人兵士に支援された約1000名の中流ドイツ軍がいた。イギリス軍はイギリス領ナイジェリアから3個渋滞で東のカメルーンへ進攻した。しかし、3つの部隊はすべてその地形、アクロ及びドイツ軍の待ち伏せ攻撃などが組み合わさり撃退された。フランス軍はチャドから南のカメルーンへ進攻し、 クッセリを占領した。9月初旬、ベルギー・フランス合同軍は沿岸のリンベを占領した。この部隊は移動砲台として4隻のイギリス及びフランス巡洋艦の援助を受け、1914年9月27日に植民地首とドゥアラを占領した。ドイツ軍の抵抗地区はヤウンダのみとなった。 ベルギー・フランス合同軍部隊はドイツが付設した、鉄道路を内陸部へたどっていき、ドイツ軍の反撃を撃退し、11月には、ヤウンダは占領された。生き残ったドイツ兵のほとんどは、中立地帯である、スペイン領ギニアのリオムニエ脱出した。カメルーンにあった最後のドイツ軍要塞は、武器弾薬を使い果たし、1916年2月に降伏した。 南西アフリカでは、海戦とともに、南アフリカ連邦がイギリスに代わりドイツ領、南西アフリカを攻撃、征服した。ドイツ領南西アフリカは広大で乾燥した地域だった。完全に高涼としたナミブ砂漠は海岸に隣接しており、ほとんどのドイツ人は、大西洋からおよそ 320km 内陸の植民地主とビントフーク周辺を本拠としていた。 現地には防衛隊3000名がおり、ドイツ入植者のうち成人男性7000名の大部分からの支援を期待できた。1914年8月、ヨーロッパでの戦争が拡大の兆しを見せ始めた頃、南アフリカ連邦政府はドイツ植民地と国境を接していることの重要性に気づいていた。南アフリカ連邦首相、ルイス・ボータはロンドンに対し、南アフリカは 自身を守備することができること、中流イギリス軍をフランスに派遣できることを伝えた。イギリス政府がボータに対しドイツ領南西アフリカに侵攻できるかどうか尋ねたとき、ボータは南アフリカにはそれができ、そうするだろうと返答した。1914年9月初旬、南アフリカ連邦軍は司令官ヘンリー・ルーキンとサロモン・マリッツ中佐式のもと、 両国国境沿いに動員された。その後間もなく別の部隊がリューデリッツ港を占領した。当時南アフリカ連邦のブール人の間ではドイツに共感を持つ者がかなり多くいた。それは第二次防和戦争においてドイツは彼らを支援しており、それからまだ12年しか経っていなかったためであった。クリスティアン・ベイアースはドイツとの海戦に反対し、 南ア国防省を辞任、オラニエ自由州知事代理クリスティアン・デベトラと共に、ボータラと対立した。ドイツ領南西アフリカとの国境に展開した、南アフリカ連邦軍部隊の指揮官マリッツは、以下の宣言を行った。ケープ州及びナタールのみならず、かつての南アフリカ共和国及びオラニエ自由州は、イギリスの支配から脱出独立することを宣言し、 これら地域に居住する、または国籍を持つすべての白人は、自らの手で武器を取り、南アフリカの自由と独立のために長い、間大切にしてきた理想を実現することをここに求める。マリッツと数名の高級将校は速やかに総勢約1万2000名の反乱部隊をトランスファール州を呼び、オラニエ自由州に集結させ、戦闘の準備を行った。これが、 ブール反乱の始まりである。1914年10月14日、南アフリカ連邦政府は、戒厳令を布告、ルイス・ボータ指揮下の政府に忠誠を誓わせ、ヤンス・スマッツは反乱の鎮圧を開始した。10月24日、マリッツは敗北し、ドイツ領に逃亡した。反乱は1915年2月初旬には、事実上鎮圧された。 ドベトラブール反乱の死亡者は6から7年の、金庫刑及び2000ポンド前後の罰金刑を受けた。砂漠の中堅印される、南アフリカ軍の4.7インチ速射砲1915年3月、南アフリカ軍6万7千名は4個渋滞で、南西アフリカへ進攻を開始した。南アフリカ軍は、練土が高く、現地と同種の地形で生活した経験があった。 彼らは馬に乗り、何もない土地を数百キロメートルあまり縦断した。ドイツ軍は地帯戦術を展開しようとしたが成功しなかった。ボータ自身が軍を引きウォルビス米及びスワコプムントを占領した。進撃中、部隊は頑強な抵抗だけでなく、地雷原と有毒物質の井戸に遭遇した。3月12日、植民地主とビントフークは占領され、 この時までに南アフリカ軍は南西アフリカのほとんどを手中に収めた。この段階でドイツ軍に降伏勧告がなされたが不守備に終わり、ドイツ軍を徐々に領土の北西に押し込みながら戦闘は続いた。1915年7月1日、ドイツ軍はお旅で敗北し、7月9日、コラブで降伏した。 南西アフリカは、以後70年にわたり事実上、南アフリカに支配された。東アフリカでは、ドイツ領東、アフリカ、ブルンジ共和国及び、ルワンダ共和国から、戦闘が始まり、最終的に、ポルトガル領東、アフリカ、イギリス領東アフリカ、北、ローデシア、イギリス保護領ガンダ、ベルギー領コンゴに波及した。 イギリス軍は4年の努力と何万もの犠牲者を出しながらドイツ植民地の占領をあるいはドイツ軍の鎮圧ができなかった。パウルフォン・レッド・フォルベック大佐に率いられたドイツ植民地軍は奇襲、ヒット・エンド・ラン攻撃及び待ち伏せ攻撃を繰り広げた。再三再始、イギリス軍はレッド・フォルベックの部隊を陥れる計画を練ったが彼を捕まえることはできなかった。 ドイツ軍は、ドイツ領東アフリカ全土を動き回り、土地のものを食べて生活し、イギリス及び、ポルトガルの物資を奪った。列島フォルベックは、第一次世界大戦を通して戦い抜き、ドイツの休戦協定署名後になって降伏した。ドイツ領東アフリカは広く、地形が複雑な地域だった。それは豊富な水源となる山脈や北西部の肥沃な土地。 乾燥し、砂と岩だらけの中央部、野生生物の豊富な北東部の草原、広大な無人の森林地域のある南東部など変化に飛んでいた。沿岸部には、スワヒリ族とアラブ商人が居住し、アラブ人はイギリスが支配するザンジバルと後の,のケニア、及びモザンビークの沿岸部と共に、中部アフリカとの貿易を牛耳っていた。戦争勃発時、 ドイツ植民地の管理責任者であるハインリヒシュネー総督は敵対的行動を取ることのないよう指示した。北のイギリス領東アフリカでは、イギリスの総督が、イギリス領東アフリカは、現在行われている戦争には、関心がないとの声明を出した。その理由の一つには、どちらの植民地も多くの兵がいなかったからということがあった。しかし、 東アフリカの小規模なドイツ軍の指揮官、フォン・レッド・フォルベック大佐は、主念を無視し、戦闘に向けて、軍を召集した。海戦時ドイツ防衛隊には、約200名の将校と1700名のドイツ人、兵士、2500名のアスカリがいた。海戦ドイツ領東アフリカでの戦闘は1914年8月に、始まった。 8月15日、ルワンダウルンディのドイツ軍は、ベルギー領、コンゴの数カ所の村を砲撃した。8月22日、タンガニイカ湖のドイツ軍艦は、アルバートビルの港に対して、訪問を開いた。9月、ドイツ軍は隣接する、イギリス領東アフリカ及びイギリス保護領ガンダに侵入した。また、列島フォルベックは、ビクトリア湖に召喚隊を創設し、それは、 小さな戦火で大きな衝撃を与えた。イギリス軍はビクトリア湖での清水圏を回復するため数隻の法廷を分解して鉄道で湖へ運んだ。また、1914年11月2日にイギリス領インド軍ニコ旅団がタンガ外の上陸を試みたが、ドイツ軍は上陸部隊を撃退する。正確で激しい砲撃が。 浜の上陸部隊の進撃を阻止し、3日後には上陸部隊を船へ押し戻した。砂浜にはドイツ軍が翌年まで本拠を維持できるだけの物資が残されていた。イギリスベルギー軍のタンガニーカ湖、遠征1915年、ドイツ軍が優勢であったタンガニーカ湖にイギリス軍はモーターランチミミーゴーとトートーゴーを送り込んだ。ジェフェリー・スパイサー・シムソン中佐のと、 この二隻は1915年12月26日にドイツ軍の金ガニと交戦試行レを捕獲した。1916年2月9日にはフィフィゴと改名された金ガニとミーミーがドイツ軍武装商船ヘイドビヒフォン・ビスマンを撃沈した。ドイツ側は特設砲艦グラーフフォン月戦を収益させたが連合軍の水蒸気によって撃破した。 1915年には、レッド・フォルベックの部隊には3500名のドイツ兵とおよそ12000名のアスカリが加わっていた。スマッツ将軍到着イギリス軍のホレス・スミス・ドリエン将軍はドイツ軍との戦闘の指揮官に任命されていたが、南アフリカへの航海中に肺炎にかかり、指揮を取ることができなくなった。1916年、 ヤンス・スマッツ将軍が列島フォルベック撃破の任を受けた。スマッツは大規模なおよそ1万3000名のブル人を、含む南アフリカ兵、イギリス兵及び、ローデシア兵のほか7000名のインド人及び、アフリカ人兵士を要していた。また、彼の直属ではないが、同じ連合軍として、ベルギー軍と、ポルトガル領東アフリカには大規模だが全く頼りにならない。 ポルトガル人部隊がいた。イギリス軍に指揮されたアフリカ人ポーターによる大規模な運搬兵団が鉄道や道路が至るところで寸断されている内陸部に入ったスマッツの軍に物資を供給した。これらはそれぞれ別々の国の部隊であったが原則的に南アフリカ軍のスマッツに指揮された。ベルギー領、コンゴ軍の参戦参戦したベルギー領、 コンゴ軍はかなり大規模だった戦闘部隊を含まない後方支援部隊だけでおよそ26万人の運搬兵が動員された。トンブール将軍、モリトール大佐及びオルセン大佐に率いられたベルギー領、コンゴの植民地軍は1916年4月18日に参戦した。彼らは5月6日に木狩りを占領した。ブルンジのドイツ軍は前線したが、 数でまっさるベルギー領、コンゴ軍に屈服せざるを得なかった。6月6日、彼らはウスンブラを攻略し、その頃にはルワンダとブルンジを完全に制圧した。病気との戦いスマッツ軍は、複数方面から攻撃した。主攻勢は、北のイギリス領東アフリカから、同時に、ベルギー領、コンゴの相当数の部隊が、 西からニコ渋滞で進軍しビクトリア港を越え、第一交代に侵入した。もう一つの部隊が、南西からニアサ港を越え進軍した。これらすべての部隊は、列島フォルベックを捉えることができず、全員が進軍中に重い病気を患った。例えば第9南アフリカ風氷隊は2月には1135名、いたが、 ほとんど戦闘することもないまま10月には116名にまで減っていた。しかし、ドイツ軍はほとんどいつも大規模なイギリス軍に対すると撤退し、1916年9月までにはダルエスサラームの海岸からウジジに至るドイツの鉄道はすべてイギリスの支配下になった。ベルギー領、コンゴ軍のタボラ占領作戦ベルギー領、コンゴ軍は その後タボラ占領作戦を開始した。彼らは三個渋滞でタンガニーカに進撃し、ビハラムロ、ムアンザ、カレマ、キゴマ及びウジジを攻略した。数日にわたる激戦の後彼らはタボラを制圧した。ベルギーがドイツ植民地に対する権利を主張するのを恐れた。スマッツは慌ててルワンダとブルンジを占領したベルギー軍を今後へ返させた。 トンブール将軍指揮のベルギー軍は、ドイツ領東アフリカ中央部にある行政の中心地、タボラを占領した。東アフリカ南部への封じ込めこれにより、列島フォルベックの軍は、ドイツ領東アフリカ南部に閉じ込められたため、スマッツは、彼の南アフリカ兵、ローデシア兵及びインド人兵を、アフリカ人兵と交代させ、後方へ下がらせた。 1917年初頭には、イギリス軍の半数以上は、アフリカ人により構成されており、終戦の頃になるとほぼすべてが、アフリカ人部隊になっていた。スマッツは1917年1月にこの地を去り、イギリス戦時内閣に入閣するためロンドンへ向かった。しかし、イギリス軍は1917年に、ベルギー領、 今後軍に対し再び援軍を求めざるを得なくなった。以降、両軍は行動を共にした。イギリス軍は、列島フォルベックの軍を捕獲あるいは撃破するために、作戦を続けていたが、ドイツ軍の抵抗を鎮圧することはできなかった。まずイギリスの王立アフリカ小獣隊のホーキンス将軍が指揮を引き継ぎ、ついで南アフリカのファンデ・フェンテル将軍が指揮を取った。 1917年7月、ファンデ・フェンテルは、攻勢に出た。列島フォルベックの軍は3個のグループに分かれ、そのうち2個グループは、なんとか攻勢から逃れることができたが、タフェル式のおよそ5000名からなる、第3グループは、投降を余儀なくされた。ドイツ軍は大規模なイギリス軍を釘付けにし、時には敗退させた。例えば、 ドイツ軍は1917年10月にマヒワ近郊にてイギリス軍を破った。ドイツ軍は100名を失ったのに対し、イギリス軍は1600名を失った。それでも、イギリス軍はドイツ軍に迫った。1917年11月23日、列島フォルベックは南のポルトガル領東、アフリカ領内に入った。 彼は小規模のポルトガル中流部隊を捕らえ、新兵と物資を取ることに望みをかけた。彼はその後の約9ヶ月間にわたり、捕獲を避けながら、ポルトガル領東、アフリカ領内を進撃したが、ほとんど戦力を強化することはできなかった。その後再び、ドイツ領東アフリカに戻り、1918年8月に、今度は北ローデシアに侵入した。 レッドフォルベックの投稿アフリカ人芸術家が描いたアバーコーンにてイギリス軍に投降するレッドフォルベック11月11日にヨーロッパでドイツが休戦協定に署名していたがその2日後の11月13日にレッドフォルベックのドイツ軍は彼らが最後に攻略したカサマの街を焼きイギリス軍から退避した次の日チャンベジ川でレッドフォルベックは ドイツが、休戦協定に署名したことを告げる電信を受け取り、戦闘停止に同意した。11月23日、要請に従い、列島フォルベックは、ザニオの部隊を率いて、北ローデシアのアバーコーンまで行進し、そこで正式に渡航した。列島フォルベックの部隊は、戦闘においてほとんど敗北することがなく、ドイツに英雄として凱旋した。 ザンビアには本列島フォルベック記念碑が建てられている。この戦線では一人が戦死するごとに30人が病気で死ぬか戦闘不能になった。シリルフォールズは述べている。列島フォルベックの功績は普及の名声に値する。彼は本土から孤立していた。彼には決定的勝利を望むことは許されなかった。彼は純粋にイギリス軍の人員を輸送を そして物資をできる限り消費させるために、イギリス軍のできる限り多くを、できる限り長く引き延ばすことだけを狙っていた。その意味では、彼は成功したと言える。セロフォールズ、ザ・グレート・オー・ピコグラム254歴史家、フレッド・レードは次のように評価している。今にして思えば、東アフリカでの戦役は、第一次世界大戦の付け足しのように見られるようになった。 記憶が西部戦線での大虐殺に集中したせいで、その悪意の地の痛みに耐えたインド人、アフリカ人そしてイギリス人のことはほとんど忘れ去られた。今日でもそれは創始者数の概算を得るだけのものに過ぎない。イギリス軍は1万名以上を失い、その3分の2は病死だった。ドイツ軍は約2000名を失った。だが、 運搬兵の東アフリカ国人は、病気、極度の疲労及び軍事行動によりはるかに、苦しめられた。誰も彼らの運命を記録することさえしなかった。現在推定されるところでは、両軍で10万名が死亡したとされている。黒人民間人もひどく苦しんだ。戦争は、多くの場所を荒廃させ、その結果、飢え、病気、死をもたらした。 何千ものアフリカ人は戦後彼らの地で発生したインフルエンザにより死亡した。少なくとも一部のアフリカ人は長い間ヨーロッパ人により野蛮人の汚名を着せられたが多くの場合野蛮人は文明という白人の仮面の裏側にいたことは明らかだった。フレッド・レード、インサーチ・オブ・ウィリー・パターソン P121 今後にいた無名のベルギー人宣教師は 当時のコンゴ人の生活について書いている。父親は前線にいて、子供たちが前線に食料を運んでいる間、母親は兵士のために雑穀を引く。コンゴ人はヨーロッパで戦うことはなかったけれども、コンゴの人々もまた戦争で多くの犠牲を払った。戦争によりドイツ植民地帝国は短命に終わった。イギリスとフランス、ポルトガル、イタリア、 ベルギーなどはドイツ植民地を分配したが、彼らの植民地支配も、また短命に終わる。ほとんどの元ドイツ植民地は1960年までに、独立を勝ち取り、最後に残った、ナミビアも1990年に完全独立を、成し遂げた。キーガン、ザ・ファースト・ワールド王・オピコグラム206。キーガン、ザ・ファースト・ワールド王・オピコグラム207中。 日本では一般に、トランスバール共和国と呼ばれる。ハイパーテキストバージョンオブザライズオブザサウス、アフリカンライヒ、ブライアン・バンティング、チャプター1。2008年5月7日閲覧。キーガン、ザ・ファースト・ワールド・オー、ピコグラム210。キーガン、ザ・ファースト・ワールド・オー、ピコグラム211セロ・フォールズ。ザ・グレート・オー、ピコグラム253。ザ・ノーザン。 ローデシアジャーナルオンラインボリューム4の5ザエバキュエーションオブカサマイン1918ピアニッシモも440から4422007年3月7日閲覧ジョン・キーガンザファーストワールド r ピコグラム300役中スペイン風のことありがとうございます